次々と梅の花が咲き、春の兆しが感じられます。津山市二宮にある旧家立石家の梅林です。住宅前のおよそ30アールの畑には、紅梅や白梅など60本ほどの梅の木があります。おとといまでは9日間にわたって最低気温が氷点下だった津山市、昨日からは気温が上がり、今朝の最低気温は 3.3 度と3月下旬並みで、時折みぞれが降ったものの、先週末にほころび始めた紅梅は開花が進んでいます。また日当たりの良い場所では白梅の花も咲いていました。咲いてると思わなかったわ。やっぱし綺麗だからな、ここが。パッと開きましたね、だいぶね。ちょっと寒くなったらまた長く見れるかもわかんないですね。古い屋敷や石畳を背景に風情ある景色が楽しめる立石家の梅林、梅の花は来月上旬まで楽しめるということです。